次のテストで100点取ったらおもちゃ買ってあげるよとかさ、そういうルールのお家とかあったりするじゃん。で、ある日親に言ったわけ。〇〇くんちはテストでね100点取ったら新しいゲームソフト買ってもらってんのに、なんでうちは俺とかも100点取ってんのに買ってくんないのっていう風に言ったので、そしたら親は決まって、よそはよそ、うちはうちっていう言い方をするわけよ。ある日うちの母親がママ友ランチ会に行ってて、帰ってきたらねすぐに俺んとこ寄ってきて、 A 君ね最近塾に入ったらしいんだけど、どうやら自分から勉強したいから塾に入れてくれっていう風に言ってきたんだって、あんたもそれぐらい勉強に対して前向きだったらいいのにねっていう風に言ってきたわけよ。で、なんか言い方もちょっと嫌味っぽかったし、ムカついたから、いやよそはよそ、うちはうちでしょって言い返したの。そしたら、あ、それ使っていいの大人だけだからって言ってきて、大人ってずるいなって思ったね。